はい、皆さんこんにちは、ちゅでございます。PC88R5 やっていきましょう。さあ、上のフロアに来ましたね。とあとね、ちょっとお待ちください。今カンニングしてますんでね。これが5階になります。ああ、おお、でもあと2フロアですね。ここ入れてさ、3つですね。ここ、あ、ここ来たわ、来たね。私初めてって言ってましたけど、初めてじゃないわ。いきなり、あ、よかった、簡単な方だ。おお、いやいやいや、間違えてる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 もうね、この3本指使うのがね、あ、実は今イーソルジンも始めたんでね。またね、イーソルジンもね、この ZXC の木を使うんですけど、あ、 ZXCV か、使うんですけどね、なんかうまいこと使いません。結構ダメージ食らってんね。もう鎧が57しかありません。まあちょっとくまなく回ってみましょうか。一応こういう何か、あ、これ落とし穴なのかい。あらまあいいけどね、ここだったら近いから。ああ、店行って、まあ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 、使い切ってから行きましょうか。他もまだ私鍵持ってもんね。あ、すごい、ドンピシャだ、冴えてるね私。ここは直してくれるかな。おお、いや、もうアイテムたらふく持ってるから、あの人も様子見なんだけどね、まあ、呪いぐらいはいるのかな、呪いぐらいはあった方がいいのかな。これは覚えとかないといけないね。ここにはいいものがいっぱいあると。嫌なフロアだなと思ってましたけど、なことはなかったですよという感じですね。よいしょ、あー、来たかな。 あー、来た来た。これも突っ込んでいくべきなんでしょうね。あー、でもこの敵は遅いわ。聞く、おお、聞く、あ、倒しちゃった、あちゃこの敵は効くんだね、サンダーがね。めっちゃ効きましたね。いやー、これでなんかちょっとね、わだかまってたのが、あ、あとね、このゲームね、あのレベルは、あの、私今までね、これしないとレベルが上がらないと思ってたんですが、これせずでも勝手に上がります。あの、このレベル上がった時にライフがガターッと増えたんで、でも待てよ、もうライフがほぼ満タンなんで、あれかな、あとレベル1個か2個ぐらいしか上がんないのかな。できましたね、ここね。で、私このまま上まで登っていっちゃダメなんだよ。あ、落とし穴になってるわ、すみません、私の見落としですね。ここさ、うわ、うー、あ、これか、よかった、経験値がめちゃくちゃ上がってますね。あ、鎧いるなこれ。あ、まあまあ、今ね、出費がかなり抑えられたんで、もう鎧も全然楽勝で買えると思いますんでね。これでだいぶ楽になりました。はい、あ、また来たわ、多いなー。あー、来た、これだー。いや、もう突っ込んでいく、おおお、このほんとひどい、これ完全にもう命中率めちゃくちゃ高いもんね。まず横スライドをすると、闇雲に縦に突っ込んだらダメなんだねこれね、重ねられちゃう。ああ、重ねるのは関係ないね、重ねるのはこの状態で重ねられるからね。横に逃げると、おう、おう、あ、ひでえほんとひどいね、この、よいしょ、おう、ひどい、いや
や、いいですよ。でももうアイテム山ほどあるからね、これからもアイテム山ほど買うし、全然いいんですけどね。もう本当にひどいな。他に対策なかったのかいっていうぐらい、こんなアコギな実装しないと難易度上げれなかったのかいっていうね、本当思っちゃうんですけどね。まあ向こうさんも言い分あるんでしょうけどね。でも本当私これ酒飲みながら本人目の前で絶対説教するわ本当に。はい、経験値はめちゃくちゃじゃないね。ゴールドも100か。正直割に合わないな、あの敵。あ、アーマーが0になっちゃった。ということは、次はやばいかもわかんないんだね。イエス。これ、でかい敵と戦ってる最中、まあ、戦ってる最中にアーマーが壊れてしまったか。買いに行くか。アーマー買いに行きましょう。いやー、ほんとあの敵は、あのメデューサ見た敵はつらいなー。はい、でよいしょ、あれが来るともうかなりつらくなっちゃうねー。あ、でもこれでも終始ギリギリかなー。こんなに早くアーマー潰れるとは正直思ってませんでしたからね。高いなアーマーね、1390でしたね。あ、ちょうどこれでいい。イエス。アーマーも250個買えないのかな。買えないかなと思っちゃうんですけどね。アーマー200あるんですけどね。ボコボコされちゃうでね。さあ。まあでもこの近道があるんで、逆に落とし穴ですぐ店に行けるというのが分かりましたんで、いい感じですね。さあ、何か来るかな。すっごい何か来まくり。あ、よかった。はい、カマキリがね100匹ぐらい来たらすごい嬉しいんだけどね。あー、これか。重ねてきちゃった。あぶん、おお。サンダーめちゃ効きますね。ちょっとでかいボスは困りもんだな。でかいボス来るとだいぶ被弾しちゃうからね。はい、これ左向くと、あ、いけるのか。で、あそこだね。ここにも何かあるって書いてるんですけど、これわかんない。あ、はいはい。何でしょう、この主人公ですか。レベル上がってもデックス？スピード系は全然アウトなんだね。ザコでも攻撃ヒットしますもんね。そうすると鎧がまた減っていくと。これはこれでちょっと辛いなと。ね、これで今2、3減って、ね、ガンガン減ってるはずなんで、これね、ファイターにヒットで出てるでしょ。E さんの方はこれも鎧がね、もうだいぶないですよ。だいぶって言ったら変ですけど、もう169まで減ってるもんね。31発食らってるということなんですよ、雑魚相手でもね。雑魚相手も含めて雑魚は本当に鎧削られますね。あ、ブレイブマン、あ、弱気では強くなるな。当たり前じゃないかと。いや、でも弱気でも強くなるんじゃないですか。もうこれは魔法使っちゃいましょうか。
よし。サンダー強いね。これカッピーサンダーって私が命名してますけど。はい。あ、道間違えちゃったね。あれ鍵だったかな。一応言っていきましょう。いやー、毒が怖くないっていいわ。あ、でもこのね、買い物するときに数字を入れなくてエンターキーを押すって、私コンプティックはなんか呼んだ記憶ありますね。確かね。はい。ああ、これだね。でこれ確かベールもらったんだよね。だからもう使えないと思うんですけどね、ノーエフェクト。ね、いや、それだったらもう表現しなくしてもいいんじゃないのと思うんですけどね。ただ私気になるのがベール減ってないと思うんですよね。あ、ベールも魔法なのかな。でもベールってドロップするアイテム、アイテムじゃないから最後まで取っとかないといけないのかな。ひょっとしたら積むベール使ってると。でもどれがベールなのか私わかんないんだけどね。で、あ、あっちか。ちょっと待ってくださいね。これ2箇所ね、ここも2箇所上りがあるんですよ。落とし穴が4箇所もあるのにね。ああ、ごめんなさい。落とし穴が4箇所もあるのにね。上りは2つしかないと。でもこれでもう上のフロアまで行けることは分かったね。ああ、また来た。さあ、何が来た。ああ、これか。あ、しまった。ジャンプすんの忘れた。重ねてくる。マジかいな、これ。これサンダー効かないのかな。効かなかったね。あ、ちょっと効いてるかな。今度これでいってみましょう。お、効いてる効いてる。ああ、それは効かない。で、誘導しといて、こうだね。よし。あ、もうしんどいなこれ。あ、この SPR、 これあ、ビールは減ってないね。あ、SPR がスコアマなのかな。あ、弱っちい魔法は効かなくなってきてるね。まあ鎧があるうちに次行っちゃいましょう。ここを終わらしちゃいましょう。正直ちょっと塔はね、経験値稼ぐのはいいんですけど、あれですね、ちょっとメデューサさんがメデューサあのメデューサがワンダリングっていうのが恐ろしいんですけどね。あれちょっとボス級にしときなよと思うんですけど。さあ、上に来ましたね。あ、落ちるわまた。うん、そうだね。あ、床の色が変わったね。は？あ、そっか。この表情、天井に穴が開いているという表情を出しとかないと効かないんですよね。おい、これ右行ったら、あ、でもこれ右に行ったら、右行ったらなんかありそうな気がするんですけど、あの袋小路ね、さっきの。落ちてみるのもいいのかもわかんないね。これでもうメデューサさんも今のところ敵じゃないよと。これ一個一個の壁にこうしてる方がいいよね、ひょっとしたら。ひょっとするんでね。でも、おや？これ私今、あ、ここか。ここね、この右隣の空白あるでしょ。あ、今からこの正面で見て、マップで見たら西のブロックあるじゃないですか。穴、なんていうの、あ、これ穴なんですよ。これね、ここも行けることになってますね。どこまで行かないといけないんだいと。ああ、これ落ちるとこ間違えたらそこに落ちちゃうっていうことなのかな。はいはい。あ
あでもなんかもう道順は分かったね。店もあることは一番下にも店あるって聞いてるんですけど、もう分かんないですけど、まあ、とりあえず5階か4階、あ3階にね、あ4階だ、4階に店があることが分かったので、これだけでも大きな収穫ですね。でここに何かあるのかな。はい、ここにも何かあるっぽいんですけどね、何なんだろう。マップには色がついてるんですよ、ここにね。あでもお金はなんとかなりそうだね、これね。鎧がなければこれ先進めないということが分かりましたね。もう鎧がほぼ半分までなってるんで、その間に1000稼げてる1000稼げてないとね、これ収支が赤字になっちゃうんでね、これこの250個の技がなくてやってたら大変だよこれ。ああこれはあまり効果がないね。あ今のがベールか、しまった、ベール使っちゃったね。あアイスは効かないね。あこれやっぱよく効くね。いやこれ普通に行った方がいいかな。あこれ普通に行った方がいいね。いきなり爆発するタイプだから。あららららららら、ああうん、やっぱメデューサさんが最高ですね。最高というか最強ですね今のとこ。はい、ユーズアイテムね、よいしょ、使っちゃいましょう。で落とし穴がたらふくあるな。あ、わかったこれ。わかったと言っても仕方がないわ、ごめんなさい。私がカンニングしてるマップのね、黄土色のブロックの意味がわかりました。これ落下地点だ、上から落ちてるのかな。あ、なるほどね。あ、豆につけてくれてますね、そういう思うと。ちょっと待って。じゃあどうすんのと。あ、一つ分かったことがあります。私、こっち、ここダメです。ここ、行けないことが分かりました、先に。そうか、ここは先に行けないんだ。一応回りましょうか。もう一箇所、この、例えば、東と西に分かれてるんですよ、このフロア。今私東側行ってるんですけど、東側では上に行けませんっていうことが分かりましたね。あらららららら。ただまあ稼がせていただきましょうか。はい、じゃあねちょっと時間よくなりましたね。じゃあこの辺で終わっておきましょうか。ピザハチャーチのアルゴ終わらせていただきたいと思います。どうもありがとうございました。